はい、こんにちは、ゴーストリコンワイルドランズの PVP をプレイしてきます。今日もサポートのスカウトを使ってプレイ。まあな、このね、スカウトやっぱ強いんだよね、本当に。情報戦に長けてるし、まあ MP7 もまあまあ使いやすいと。まあ近距離だったらね、適当に狙っても当たるみたいなね、ところが使いやすい。まあ、ドローンが何よりね、強くて、もう情報戦の要になってますね。ということでこいつを使ってプレイしていきます。で、場所が砂漠基地。3ラウンド形式のエリミネーション。さあ、最近アップデートの話も全然聞かないんだけど、なんか増えたりするのかな、今後は。で、砂漠基地のね、昼か、朝か、朝で結構晴天なんでね、見晴らしが効くということで、まあ、スナイパー、まあ、やや有利な感じにはなるのかな。この岩好きなんだよね。この綺麗な岩を背にして。で、なんだっけ、目標？タワー。タワーが、まあ、右奥の方にあるんだけど。まあ、やっぱこのマップはね、あそこの高台を取ったら結構強いんだよね。ただ味方が言ってくれてるんで、私はこっちの岩。この岩も結構強いですね。個人的にはこの岩周辺がすごい見晴らしが良くて。タワーも見れるし、下の様子も見れるんでね、結構強いかなと。で、あそこの傾斜に人がいないか。下かな？こっちいそうな気がするな。さあ、まずは索敵。あ、いたいたいた。早速一人いた。これはもしかしてこっちに気づいてない。あ、来たね。よし、あれ、撃っちゃおう。はい、MP7 で一人やっていく。一人やったね。奥に二人。まあ、一人助けに来そうだな。奥の、まあ、遠距離系は、味方に任せ、お、もう一人やってくれた。で、奥に一人いるよね。で、こいつ一応マークしておいて、さあ。あ、いたいたいた。結構手前にいいじゃん。あいつやっちゃおう。メディック。で、グレネード。グレネード2個、ポンポン投げて。で、壁抜き。壁抜きヘッドショットをかましていく。よーし。あと1人。まあ、4対1だったらそうそう負けはしないと思うけど。相手なんだ？レンジャーかあれ。セミオートのスナイパーライフルと。サブマシンガン持った。あ、200。うん、あれいけるね。さあ、適当に突っ走って、とどめを刺しに行きますか。お、ナイス。ということで、ラウンド1勝利。1対0。まあ、結構敵が突っ込んできてくれたんでね、サクッとやれましたね、今回は。さあ、次。どうすかな？まあ、次もスカウトでいいかな？スカウトは楽なんだよね。なんか、殺されにくいっていうのもあるし、ドローンメインで、情報を味方に与えるっていう仕事さえしてればね、結構活躍できるんでね。お、サポーターいたんで、もう一度、スカウトの MP0 を使っていく。これポイントも285だよ。貯めやすいんだよね。まあ、ポイント稼ぎにもいいっすね、このクラス。で、味方、レンジャーとスナイパー。まあ、やっぱ開けたマップなんでね、遠距離系が多いですね。メディック。メディックまだ使ったことないんだよな。まあ、そもそも解放できてないか。このレベル帯だと。さあ、砂漠基地、ラウンド2。で、今度逆側ですよね。最初と同じく、私は、あの岩のところを取った方がいいかな。味方ね。やっぱ味方は高台を取りに行ってくれてるんで、私は、あの岩のとこ攻めていきましょう。結構遠いんだよね、こっちからだと。こっちがたどり着く頃には相手も同じ岩のとこにいるんで。まあ、いきなり戦闘体制に移った方がいいかな。ドローン出した方が、いや、メディックが出してくれてんだったらいいか。お、早速一人。マーキング。こっち味方いるから任せて。あいつは味方に任せる。で、その間に、
こっちの敵を。つか倒してねえな。まあいいか。さあ、どこにいる？あ、裏？裏にいるね。ちょっと裏を。いた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 。あそこか。どうだろう。うん、やっぱ裏のやつ先にやっとくか。さあ、壁抜きで床から弾を入れていく。どこだ？ここか？当たってるね。当たってる音は聞こえるんだけど、ちょっと、撃たれた。しゃがんで、よし、とどめを刺していく。で、どこから撃たれた？俺。さあ、リコンタワーの、この辺にいたんだよね。この辺にいたまではわかるから、ちょっと適当に音を鳴らして、自分の位置を変えていく。今、撃たれたね。サープレッション状態。ちょっと一回、回復した方がいいかな。さっと逃げて、物資補給をしていく。さあ、ライフがもう全然ないんでね。これで回復。さあ、気を取り直して。おっと、手前に、アサシンがいる。さあ、あのアサシンを、サクッと、ヘッドショットしていく。で、奥にもう一人いるね。はい、当てた。当てた。あ、まだ倒してない。グレネード。あ、届いてはいるけど当たんなかったかな。さあ、追い詰める。追い詰めていないな。おそらくあの家だな。あの家の周りに一人いる。で、奥の敵もサプレッション状態。いない。さあ、音聞こえる。いた。さあ、決め打ちをして、もう一人倒していく。さあ、残り一人。奥にいる。まあ、あそこの奥にいるんだよな。確実にいるんだよな。一応、ちょっと見に行くか。あー、いますね。隠れてますね。ははは。もういいか、これ。あとは突っ込んで。味方がね、今、射撃してくれてるんで、裏に回り込んで。さあ、グレネード一応、投げていく。さあ、中を取って、ここからちょっとステレスでね、行動していきましょう。どうやって上上がるんだっけ、ここ。ちょっと上の上がり方が、わからんが。あ、これか。おー、マジか。そうだよね。爆弾あるよね。見事に引っかかってしまった。あともよろしくっていう感じですね。あとメディックが、近くに来てくれているか。さあ、お、撃ってる撃ってる。あ、勝った。ナイス。ナイス味方。ということで、スコア 2-0 で勝利ですね。やっぱスカウトはね、楽ですね。なんかもう、ちょっと困ったら、とりあえずスカウトを使っとけばいいで、みたいな。そんな感じになってますね。はい、ゴーストをプレイしてみました。じゃあまた次回。